こんにちは、カーベマユミと三姉妹のサニーの玄関先で届いた宅配便を開けるだけのシリーズでございます。今日もありがとうございます。寒い寒い田舎の玄関からお届けしております。いつになくいつも通りのこの地味な感じで、はい、失礼します。貴重なお時間ありがとうございます。では早速開けさせていただきます。じゃーん、開きました。本日届きましたものは、我が家の定番ではあるんですが、これは久々に買いました。いろんな種類があってその時々で違うんですが、こちらでございます。じゃーん、マヌカハニーでございます。あ、そうそう、前に言った時ね、サニーちゃんこれを見た時に、あ、マヌカハニー、あれサニーちゃんマヌケサニーなことないよねって言ったマヌカハニーでございます。マヌケじゃないもんね、サニーちゃんね、マヌカハニーです。いい匂いしますか。あら、すごく興味を持ってます。あらら、サニーちゃんが食べてあらダメでしょ、甘すぎるでしょ。これがなんか一時流行って、今でも流行ってるんですか、なんか免疫力を高めるとかいうことで、それまではいつも蜂蜜だったんですが、蜂蜜からちょっとマヌカハニーにしたりで、最近はなんかいろんな方に蜂蜜をいただいたりすることが多かったので、ずっと蜂蜜をいただいておりまして、で蜂蜜がなくなりましたので、あら、サニーちゃんどうしたの、あらペロ止めしてますよ。ダンボールのペロ止め初めてじゃないですか。そんなにいいお味なの、このダンボール。あ、そう。はい、ということでございまして、マヌカハニーです。このマヌカハニーっていうのは、なんか数字書いてますよね。これは50プラスって書いてますけど、数字が高ければ高いほど、まあ、すごいお値段になりまして、我が家はこれは、お得な感じで、しかも半額だったので買いました。これは、味というよりは、うちの夫が、毎朝、スプーンに一杯、紅茶と、マヌカハニーと、あと、なんか、その時々のフルーツを食べますので、朝食用でございます。はい。で、今回はですね、ここに、こういう、マヌカハニーの喉飴がありまして、で、うちの夫がよく、喉飴が大好きなよう、大好きというか、喉を、ほら、一応、歌を歌いますんで、喉を大事にしているんでしょうか。ということでございまして、なんか、喉飴にはうるさいんですよ。で、なんか、この喉飴はとか、この喉飴はとか、いろいろお好みがあるようです。その時によくマヌカハニーの喉飴を、こう、好きだったようで、で、これ今回、この、マヌカハニー屋さんにあったんですよ。で、なんだっけ、なんか、これをつけるとなんかお得みたいなのがあって、じゃ、ちょっとこれの、マヌカハニー、お値段忘れちゃいましたら、ちょっと書いておきますけど、買ってみました。どんな感じかなと思って。普通にコンビニエンスとかで売ってる、マヌカハニーよりはちょっとお高かったかとは思いますが、ちょっと全然覚えてないです。はい。じゃあちょっとマヌカハニー、これどんなお味かな、マヌカハニーの喉飴。でもこれどこどこ、原産国名、あれ、ニュージーランドで作ってるんですね。本格的ですね。まあ、マヌカハニーそのものがニュージーランドのね、ものですけどね。はい。よいしょ。どうでしょうか。ちょっと行こう。あ、一応、個包装してます。ニュージーランドはですね、若い頃一度行きましたね。ニュージーランド。うん、私、飛行機が苦手なので、基本的にはあまり海外とかちょっとこう、海外どころか国内でもほとんどもう飛行機もう乗らぬ陸上ですね。ちょっと待って。サニーちゃんなんかすごい、アメちゃんにこんなに反応したことないのに、ちょっと待って。すごい。うん、なんか本格的だよ、ほら。マヌカハニーの、なにダンボールの顔とか、ニュージーランドの匂いがするんかね。ね。
すごい美味しいですよ、このマヌカハニー。うん、これ結構夫ハチも大喜びやと思います。サニーちゃんも興味あるね。うん、あんまり蜂蜜とかねに興味を示さないですが、なんかこのなんかあるんでしょうか。はい、ということで本日は、マヌカハニーとマヌカハニーのアメちゃんお得に買いました。はい、ありがとうございます。